炭火焼肉、田村鴨本店炭火焼肉田村は、お笑いタレントの田村賢治が運営する、焼肉専門店。正式称号は株式会社田村道場。1992年から、ラララという漫才コンビで活動していた田村は、1999年8月に、解散してから、吉本工業に所属したままピン芸人へ転身。ところが、発給かつ祭アルミのため、 長らく貧困生活を強いられていた。そこで当時の妻の親族が大阪市城東区で経営していた焼肉店の営業権を引き継いだ上で2006年11月に炭火焼肉田村鴨を4丁目店を開業した。田村は芸人としての人脈を活用し、良質の肉、ドリンク、調味料、タレなどを安く仕入れることに成功する。 親族から引き継いだ店で、土地代、テナント代が生じなかったことに加え、犬木営業で初期の投資も、ほぼ不要だったため、当時吉本工業から支給されていたギャランティを、上回る安定した利益を得ることができた。2007年11月1日には、炭火焼肉田村では、初の新規店舗として、大阪市中央区南千葉に立つビルの1階に2号店を、開いた。 2008年6月6日には、名古屋市中区のサンシャイン境内に3号店をオープン。また、全国各地のイベントに屋台を出したり、スマ海水浴場に、夏季限定で海の家店を開いたりしている。2009年6月3日には、大阪市西区堀江近辺にあるビルの地下で、鉄板焼き田村の営業を開始。ただし、田村は、隠れ家的なお店にしたいと考えていたため、 開店当初は具体的な所在地をあえて公表しなかった。2011年には2月1日に鉄板焼き田村を閉営店。7月1日からは炭火焼肉田村南千葉店でランチタイムの営業を一時的に休止したが12月にワンコインランチを提供する形態で営業を再開した。2012年4月27日には炭火焼肉 田村名義での5号店として奈良県田原本町に奈良店をオープン。同年10月3日には百貨店では初めての常設店舗として大丸梅田店の地下1階にテイクアウト専門店を開いた。2012年10月21日には南千葉店。2013年には1月15日に前日のテイクアウト専門店。5月14日には奈良店を閉店。 カモー本店でも2012年11月から営業時間、休業日の変更や一部メニューのリニューアルに踏み切った。その一方で2014年7月22日には四国発の店舗として徳島駅前店を JR 徳島駅前にオープン。以降はカモー本店、別邸栄店、徳島駅前店を常設店舗として運営している。 2016年6月25日には、アメリカ合衆国ハワイ州ホノルルのアラモアナセンター内のフードコート、シロキージャパンビレッジウォークに、日本国外初の店舗を開いた。2017年4月下旬には本町に新店舗をオープンした。2020年12月10日に、熊本県熊本市中央区か通りに新しく、焼肉田村バツ焼き鍋肉。 田村熊本下通り店もオープンした。ちなみに田村は2008年2月14日に芸人として出演した無茶ぶりにおいて焼肉店舗経営での年賞が6億円であることを公表した。また2009年にワニブックスから初の著書なぜど素人経営者の焼肉屋は繁盛したのかを観光。炭火焼肉 田村の経営に至った経緯や客の立場で重視する焼肉店経営のポイントなどを詳しく明かしている。現在では炭火焼肉、田村の味をご家庭でという触れ込みで店舗メニューの一部を含む焼肉関連製品やレトルトカレー、ビーフジャーキー、牛丼のグ、スイーツなどのネット通販事業も展開。時期によっては 郵便局の通信販売でも上記の商品の一部を取り扱うことがある。2011年9月29日には新大阪駅の東海道山陽新幹線の改札内に新設されたフードコート大阪の連巡りに炭火焼肉田村のお肉が長年にわたって大阪で高い評判を得ている飲食店と並んでの出店であったことから開店の模様は 大阪で発行される一般紙や在販テレビ各局のローカルニュース番組でも報じられた。2013年12月には株式会社ベストワンが滋賀県湖南市に BM 湖南店を開いたことを機にフロアの一角で炭火焼肉、田村のお肉が入ったカレー屋さん2号店の営業を開始した。現在は大阪市内の天神橋筋商店街や じゃんじゃん横丁にも出店している。また、2015年10月21日に、奈良市の中心街で開店したカフェ、ナグッドでは、田村賢治奈良でカフェやらせていただきますと銘打って、店舗やメニューのプロデュースに携わっていた。田村によれば、ナグッドプロデュースの依頼を引き受けたのは、炭火焼肉、田村の奈良店が1年で閉店を余儀なくされたことから、いつかならで、 リベンジがしたかったという。そのため、田村は、ナグッドの開店を機に、西日本ハンバーガー協会の名誉理事にも就任。ナグッドの展開に加えて、奈良県内の食材を条件付きで使用、レシピの完全公開、県内の他店がメニューに採用してもロイヤルティを請求しないという条件で、ご当地バーガー、奈良バーガーの開発に取り組む意向を示している。ただし、ナグッは、 2017年1月4日から休業へ入った後に同月30日で閉店している。2016年には私立吹田サッカースタジアム内の3回コンコースで売店の直営を開始。その一方で9月30日には新大阪駅の改札内で営業してきた前日の店舗を閉店した。田村によればたった5坪で年間7800万円を売り上げたり、 多くの常連客がついたりするほどの店舗になったが、自分の力ではどうしようもない、大人の事情で撤退を余儀なくされたという。他の飲食店とのコラボレーションも積極的に行っており、高級食パンの野ガや昭和お好み焼き劇場うまい、モ横城など、他の飲食店とのコラボを進めている。2012年3月時点で、炭火焼肉田村が公表している。 累計製造個数によれば、炭火焼肉、田村のお肉が入った、カレーシリーズで100万個、炭火焼肉、田村のお肉が入った、ニンニク肉味噌で66万個、炭火焼肉、田村のお肉を使った、ジャーキーで36万個に達しているという。炭火焼肉田村では、田村の後輩芸人、川島国広による章路後に採用。また、メニューの一部には、 ドイポンタが経営する八百屋から仕入れた野菜を取り入れている。さらに、トヨをはじめ、田村と信仰の深い得意をしざね、黒田優、木村雄一が一部のメニューを考案。プロデュースメニューではないが、富井ー県が進める専門店のキムチも提供している。炭火焼肉、田村の成功は他の芸人にも波及。関西を中心に芸人の経営。 プロデュースによる飲食店が次々と誕生した。その一方で、かつて漫才コンビのビッキーズで活動していた木部信彦は、コンビ解散、芸能界引退を機に、田村道場へ入社。炭火焼肉、田村名古屋店の店長などを歴任している。また、天竺ネズミの瀬志も豊かは、漫才師としての活動と並行しながら、 炭火焼肉田村でアルバイトを経験。一時はアルバイトでありながら田村から2号店の料理長を任されていた。かつては2700の浄土やアシュラのメンバーもアルバイトとして勤務していた。田村道場では炭火焼肉田村の名義で田村と親交の深いプロスポーツ選手が関わる試合や取り組みのスポンサーにつくことがある。初めてスポンサーについたのは 2008年3月22日に、田村が司会を務めていたガツー運の企画で、同年2月に亀田と対談したことがきっかけで、スポンサー契約が実現した。ちなみに、亀田はこの試合で、炭火焼肉、田村のロゴが入ったトランクスを着用。約8ヶ月不利の復帰戦を 10R 判定勝ちで飾った。 2010年3月14日から同年3月28日まで大阪府立単位会館で開催された大相撲春場所では当時大関だった海王に対して初日、中日、千秋楽を含む4日間の取り組みで検証金を提供いずれの日にも取り組み前には田村の慈悲で作った炭火焼肉田村名義の検証幕が登場した かねてから田村との交流がある西岡剛や福留康介が阪神タイガースに入団した2013年にはスポーツ日本大阪本社発行版の紙面で読者からの応募抽選による炭火焼肉田村食事券プレゼントを実施前日開催のタイガース公式戦で西岡が猛打賞を記録するか福留が満塁ホームランを放つことをプレゼントの条件に 定めているガンバ TV 青と黒などを通じて田村との親交が深い木村敦氏が2015年1月に現役を引退してからは、木村を殴っと及び私立ついたサッカースタジアム内売店の運営や、両店限定のメニュー開発に携わらせている。2008年7月14日に炭火焼肉田村3号店で生レバー、ユッケなどを食べた3名の客が、 およそ2日後に下痢や発熱、腹痛などの症状を訴えていたことが判明。同店を監督する名古屋市は同月27日に街頭の客の瓶から細菌が検出されたことを理由に同店に営業禁止処分を課した。この事件に関して田村は大阪市内の店舗も一時的に休業することを決断。同月28日には所属する 吉本工業本社で会見を開いた上で美味しいご飯を食べるという楽しみを裏切り、4人の方に苦しい思いをさせ申し訳ありませんと謝罪し、日韓スポーツは新妙会見と持ち上げた。なお、炭火焼肉田村ではこの事件後に食品衛生管理体制を刷新。3号店は保健所からの許可を受けた上で同月30日の17時から営業を再開した。 さらに、田村の判断で大阪市内の店舗も再び営業を始めている。田村道場に関するカテゴリー。ありがとうございます。